最近強くなってきてますか、オタク心。うん、強い強いですって。いただきマングース。え、めっちゃ美味しそう今日のご飯ね。はい、それ何、親子丼何でしたっけ。キクラゲ、キクラゲ、キクラゲ大好き。キクラゲキクラゲ何にして、え、酢豚の買ったんです。ん、マジ、もう売り切れてました、人気で。うわ、エビチリも売り切れてましたね。姉ちゃんのタイミングで売り切れるのはちょっとあれやな。あ、でも一回切りますかって言われていらんって言ったんです。めっちゃおもろい自業自得って、うん、このサイドが美味しいよな絶対。うん、シューマイめっちゃ美味しい。シューマイか、今日みんなじゃあ口臭いってことですか。ユイナちょっと今臭かった。さよなら。待って、見えてるやん。え、どうすよ、え、ひどくない、いいの見えてない。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。見えたいん。こんなこと言うのはあれかもしれんけど、頭おかしいな。え、一番おかしいのはジヒさん。そうですよ。なんで全体的に。うん。ジヒさんほんまに面白い。え？うま。もう。何してて。何だこれだ。いや、これがレイちゃんの猫の目です。わからないですよ、誰かいるなって感じ。いいだ、天然やなやつ。え、天然ですか。うん、やった。じゃあ天然キャラでいこう。キャラ見つけ出すの。うん、見つなって怒られちゃった。てへへへ、劇場向かってるなおでして。うん、絶対セダンって来てこい。ですって。でこい、もう売り切れてたら書いてください自分で、黒 T に。うん、うん、生前でもマスクしてるから大丈夫ですよって。めっちゃ臭いやん口。マスクしないと匂ってくるってこと。ブレスケア感動きますね。今日は中華です。中華キクラゲ食べてる。中華ちょっとお腹いっぱいやけど食べちゃう今日。いや、エネルギーつけときましょう。毎年考えていってますかスピーチ。うん、今年初あれとこれとそれは言おうみたいなは考えるけど、昔は全部考えてた。台本みたいにして丸暗記した。うん、書いたやつを。すごい。で、書いていかへんかった年、初めての年に16分ぐらい、はいはい、ほんまに、はけますよ。はけんといて。16分ってどんぐらいなんやろ。未来がはけてた。ちょっともう耐えられなくて。ちょっと多分貧血みたいなのはけてた。多分血流が全部落ちてる。そうそうそう。動かれへんから。実際今年は記録更新するのでしょうか。うん、いや濃かったんじゃないですか。1年は濃すぎて長かったな。うん、初めて早いって感じひんかったかも。うん、それを振り返るのもバリムズない。うん、おいしい、めっちゃ今日。お誕生日おめでとう、ありがとう。誰が一番早かったですか。友達。おお。誰やったかな。友達と2番目誰やったかな。あさかちゃんどうかな。うん、仲いいですもんね。うん、すごくない、なんかさ、人の誕生日に、うん、あ、人の誕生日やと思ってさ、レジぴったりにビャーンって送れる人さ、うん、すごいよな。やばいです、うん、めっちゃ豆じゃない。でもはるか加入当初から絶対レジぴったりに送ってくれます。へ、うん、なんかそういうの若い
若い、うん、若いですよ、ね、若いほんまにもうできへん若いけどな、れいちゃん同じ気持ちやわ、うん、でも、あ、うん、一番早かったのは檜山さんっていう阪神の元阪神タイガースの人やねんけど、うん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 、多分私がさ、お誕生日お祝いしてくれましたみたいなインスタあげてたやん、はい、だからそれ勘違いされて、うん、ぜひお誕生日おめでとうっていうやつを2日ぐらい前に、いや5日前でした、5日前やっけ、あ、いやもうこれはカウントされないんです、5日前に送ってくれてそうなんです、だから皆さん檜山さんにありがとうって言っといてください小ルームも誕生日仕様になるの3、4日前からなんで、うーん、大丈夫です、かわいそう、ぜひさん、こんなかわいいクリスマスのリレなんてほんまや、見てリレちゃんの体ちょっと見てほしかった今かわいそう、かわいそう、かわいそう、こんなかわいいクマいっぱいいるのほんまや、ありがとうありがとう、あ、でもなんか気持ち悪いトラがいっぱいいる、おい、どれ自作のトラや、かわいい、自分で描いたんですか、そうやで、ティスさん絵上手いですか、絵上手いでね、レイちゃんの防衛目どうにかしてそれはもうあれなんですよ、もう人間的から直さないといけない、根本的なとこだよ、ね、絵上手い、上手いです、はい、うん、もう終わるんですか、うん、何で笑ったんですか、おもろと思って絵うまいって、ね、字も綺麗やし、うん、絵も上手やし、うん、嬉しい、わかりやすい、あと、うんうん、絵も何を描いてるか、マジで何描いてないかわからん人とかいるじゃないですか、ゆうなみたいな、あ、そうですまさに、うん、春巻きめっちゃうまい、え、思いました、うん、何を食べてたんですかなんか全然減ってないでしょ、うん、私マジで減らんのよご飯、うん、一口がちっちゃい、あれあれ無視されたあれ、うん、髪型何にしよう、何にしよう、髪型、はい、誰やったっけ、あのロン毛の野球選手だったっけがいいな阪神のロン毛の、どちら様ですか、ジニーさん、今日こそちょんまげですよね、違うよ、あ、やった、楽しみ、ちょんまげという名のポニーな、うん、後ろジョンマルみたいなんですかそういうことレイちゃんはドリスで、何ですか、ドリス、何ですか、こういうチリチリの髪がいっぱいある人今からなんかパンを当てに行かなと思う、やばい、ちょっと3時間ぐらい押してもらって、ドリス待ってよ3時間も押したら帰られへんね、あ、そうなんですか、帰れるよ私も帰れないです、うん、うん、ゆーちゃん、琵琶湖に帰るから、琵琶湖、また遊びに来てください、竜宮城案内する、楽しみ、うん、何歳ぐらい年取って帰ってくるやろう、え、うん、ゆいなは、うん、3年、3年、うん、うん、あんまりやった24歳、てさんと同い年や、ほんまや、うん、もう年を感じるよ、その24歳って、ほんまですか、うん、24ですか、うん、うん、若く見える、もっと、うん、そう、
永遠の21、2私も22って言おうとしました、うん、うん、そんな変わらんやん。どうなんやろ、変わらないんですか。変わるよ、変わります。でもマジで去年ぐらいからほんまに体力が衰えてきた。まだ若いけどな、世間的に見たら、うん、ここにおったらピチピチですよ。ここにおったらほんまに感じる。そのでも世間的に言ったら若いですけど、うん、世間の二十歳はあんま動いてないと思いますよ、うん、運動とか、うん、こんな何曲も続けて踊ってはいない気がするから、うんうん、健康マジ持久走みたいな、間違えてる。柏木由紀さんすごい。いや本当に、うん、確かに分かる。オールきつくなってきた、めっちゃ分かる。サッカーあまりきつかったもん。なんか楽しかったな。でもオールしたんですか。最優秀戦も PK みたいなやってましたよね。やつさあれは興奮したね。オールできひんな、もう誰がやってんの。私結構寝ちゃいますね。何歳ゆいな。21です。赤ん坊ですよ、うんうん、体の作りとか。そうなん。はい、めっちゃ寝る、ね、あのえだって10時ぐらいとかには寝るよね。いやそんな早くは寝ないですけど、あれ、うん、でも12時前には寝るやろ。いやそんなこともないです。え2時、2時3時ぐらいで、2時3時ぐらいに寝て10時に起きます。あれえああの休みの日は12時に寝て12時に起きます。めっちゃ寝るよ。はい、12時間寝だめします。休みの日に寝だめでっけ、でも人間は気持ちいいです。よし、寝だめしたし今日いけるやろみたいな。そうです、いけるやん、ね、絶対。基本絶対催眠術かかるタイプやん、ね、そうですよ、絶対、まあ、かかりそうかかりそう、自分でも人に騙されそうなタイプ、うん、よく言われます。それマネージャーさんにも言われました、うん、多分お前は人に騙されるから気をつけて生きていきやーってはーいっつって寝だめしちゃうな。うん、今日のお弁当めっちゃ美味しい。本当にいっぱい食べちゃう。美味しい、うん、どこのカフラテですか。カヌーマ、うん、なんで私に買ってきてくれんの。え出たスタバも行かな一緒になんで誘ってくれなかったんですか。姉ちゃんがずっとこれ言ってくるんですよ。でもいつも一緒に行ってるイメージですけどね。いやちひさん誘ってくれんかな。一緒に行きましょうって言われんかった誘われへんのよ自分から。うん、今までなんか遊びに誘ったことある人いますか。自分に誘ったことある人、うん、おる。おお、はや、何してんの、何してんの。あ、しやありがとう、しおみんからもらった。しおんから何？かわいい。ほら。かわいい。あ、え？なんでしょ？何カップルってこと？違います違います。え？二つありますか？うん。ネックレスプレゼントなんて。あ、おしゃれ。すごい。あ、チョウチョや。私もサインに入ってるチョウチョ。まや、おしゃれやな。使えるものをプレゼントするのがもっとなの。うん、かわいい、ありがとう。私のタンプレも見てくださいね。あ、ちょっとそれはねえ、迷うよね。私もうちょっと待ってください。
くれるつもりなかったよ、全然。私は後日発送です。 ありがとうございます、はい、私も来年の誕生日までには絶対くれへんやつ。ありがとう、しよう、使ってください。ちょっと待ってな、ちょっとマストイレ行ってマッサージして、ネックレスじゃん、寝てマッサージして、時間あったらやろう、帰ります。マッサージしながら見るわ。それはどういう態度や。寝ながら、おお。アイビーとやってきたんですけど、あ、えら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 、チーフィーさんがだから帰ります。あ、わかった。主にプレゼントは20 何が欲しいんですか。あの、ふっくり確認するから、せーちゃんの愛だよ。はい、無理です。それもふりやねなんでやねん。お疲れ様でした。バイビー、お疲れ様でした。バイバイ。絶対使ってくださいね。あ、オッケー、ありがとう。使っちゃダメです。どうしようかな。ふりかな。じゃあ、そうそう、ランキングを見ます。ちーさんがどうぞって聞かれました。せーちゃんだけのために買ってきたよって。そんなことしてません。もう全然コメント読んでなかったけど許してください。許してください。楽しかった、楽しいランチタイムでした。ではランキング、ランキングは今13位ポン吉さん、12位カナピ、11位走行列車さん、10位大ちゃん、9位がムイミさん、8位が野原しんのすけのすけ、7位がキヨウ、6位がまこっちゃん、5位がまみちゃん、4位がルートくん、3位がしんのすけさん、2位がディクタスさん、1位がガンズンでした。ありがとうございました。1位はガンズンでした。ごめんね、ありがとう、みんな甘やかしてくれてありがとう。大地さん、美味しかったご飯、皆さんギフトたくさんありがとうございました。で、大地さん、セーターさん行ってきます。大地さん、よし、ではまたね。次ちょっと何グラ考えようかな。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございます。